まあちょっとあんま言ったらほんまに言っちゃいそうやから言えへんけど。内緒にするのは体に良くない。だとしても言えない。そう言えないけど。うわ悪い皆さん言わせようとしてるな。いつかポロって言うのを待ってるな。絶対言わん。もう口を閉じる。絶対に言わん。この戦いは負けませんで、この配信だけでも言って大丈夫。いや無理無理です。絶対すぐに拡散するでしょ皆さん。だから言わない。これは負けへん。まあカツ丼でも食べて。おいおいおい吐かせようとしてるじゃないか。言わせようとしてるのじゃないか。まあね、ヒントも言わない。何にも言わない。楽しかった以外の言葉をもうね言わない。楽しかった以外のあれヒントは出さないです。ヒントはそれだけなので以上。まあジンギスカンでも食べてって。ジンギスカンじゃあちょっとね。あそう身長159センチいったんですよね。あと1センチで160なんですけど、そのあと1センチが長い。そうだいぶと伸びましたね。測ってないけどちょっと前のやつ、ちょっと前に測って159やって、で結局変え忘れていて、ずーっとだからやっと変えたって感じですね。60かもしれないね。60かもしれない。伸びてきた。だいぶと。そうもうね、四捨五入すれば160やから、160って言っても気づかれへんぐらいではあります。サバ読んでも160って言っても大丈夫。言っても大丈夫。そう四捨五入したら2メートルか。そう2メートル。サバ読んだら160。サバ読んだら10歳かな。ちょっと10歳は厳しいな。無理やわ。もうちょっと10歳では無理ですね。小学校4年生はちょっともう小学校4年生は通用しやんと思う。小学校6年生でもちょっと厳しいんじゃないですか。
もう中学3年生だから、ちょっと厳しいかな小学生は。13歳、15歳だよ。小6はギリいける。無理無理、こんなんでランドセル背負ったらやばいやろ、きっとやばいね。無理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 。そう、このねエモストの第1回のロケ場所がなんと USJ なんですよ。もう行きたすぎる。 USJ なんて私に決まってるじゃないですか。もう最近全然行ってないから行きたいな。 JJJ いきなり、そう、もう一発目から楽しすぎるところ。USA やったらちょっとやばいな。めっちゃ遠くまで行ける。そう、みんな行きたいと思う。なんか前にまなぶくんとかで行ってることもあったじゃないですか。でもケイト行ったことなくて、プライベートではあるけど、そうないから行きたい。ロケでとか行ったことないんですよ。ずっと行きたかった、いいなと思って。そう、仕事では行ったことないロケとか多分なかったと思う。ないです。もう行きたい。どんなになるんかな。エモいストーリーってどうやって撮るんやろけど。そう、絶叫系好きなんですよ。だから行きたくて。けど何がおすすめ？あのやっぱハリドリと、もう超落ちるハリドリとか、あと何やったっけな、フライングダイナソー好き。ゴーンってなるなとか、あとは何やろ、あとは恐竜系は好きですね。恐竜系大好き。ジュラシックパーク好き。でもジュラシックパークは昔めっちゃ怖くて、最後の写真撮るときに、写真撮るところ絶対にカメラ向いてなかった。ずっとこうやってうずくまってって、一個も顔見えてる写真なんてなかった。最近も乗ってないから怖いって感じるかもしれない。そう、こうやってなって見えへんかった前。上手に池に飛び込むロケ、めっちゃ迷惑やん。わ、いいな。ウォーターワールドも好きや。最前列なんてもうびちゃびちゃじゃないですか。好きです。面白い、あれイエーイとかめっちゃ言っちゃうタイプ。言っちゃう。あれすごい、最初見た時飛行機飛んでくるのとか、門が開くのとか、人がなんか落ちていくのとか、めっちゃびっくりした。行きたいな。普通に行きたい。まあ、でもいつでも行きたいですよね。
いつでもいつでも行きたい、行きたいな普通に行きたいな、楽しそう。でもなんかどんな感じなんのかな、まだない。え、すごい、これ配信始まった時多分9位とかやったんですよ。ケイト、ありがとうございます。え、すごい、ありがとうございます。皆さんのおかげです。ココナさんと、確かにココナさんよく言ってはるから、行きたいって言ってるんですよ。もうで結構いろんな方と行きたいって言って言ってる割には、そう言ってる割には行けてない言ってるけど結局あんま行けてないかな。ハリドリの曲 NMB になったらいいのに、それめっちゃ思うんですよ。けどもうね、乗るたびに思います。乗るたびになんか音楽選べるじゃないですか。え、まだ NMB 入ってないかなって思って、そう言ってる。 USJ といえばハースちゃんでしょ。確かに CM ねしてましたね。いいな、あれもめっちゃ羨ましかった。 CM してて楽しそうでしたよね。楽しそうやったけどもやりたかったなそう、めっちゃ羨ましかった、羨ましいと思いながら毎回そう見てました。よく見てた、よく流れてましたよね CM。 もうなんかザ青春って感じで楽しそう、可愛かった。もう皆さん可愛いんですよね、可愛かったほんまに可愛くて可愛くてもうね、何をしてたとしてもその CM が流れたら見やもう見ないと気が済まないぐらいそう見ないと気が済まんかった。もう何しててもその CM って基本あんま見ないんですけど、その CM だけはもうその CM を見るために見てるみたいな。もうそのちゃんとした番組の勢いで見に行ってたそう、そうそう CM メインで本当に。お茶碗洗ってる時とかも違う、手に泡ついたままこう泡が落ちないように見に行く音が流れてきた瞬間、そうなんですよ。もう NMB が出てるってことが嬉しい、嬉しいねそう、もう焦ってですよ、早く、もうこれは戦い、時間との戦いなんで、どれだけ急ぐかで見れるか見れへんか決まっちゃうから、まあ何回も流れるからいいやんって思ったらダメなんですよ。意外とそんなに流れんかったりするから、次にすぐに見たいのに見れへんかったりするから。もう早いですよ、ほんまに早い。そう1秒でも負けてはいけない1秒単位で戦っていかないと、やっぱりそうスピード勝負です。なんでしょう語るねって語りますよ。負けられない戦いがそこにあるかっこいいけど、かっこいいけどやってることだいぶ変な人、手に両手に泡つけてお茶碗握ってダーって走って、そうなんですよ。
時間と戦い。そう、やばい、だいぶなんかそれを CM にしたらだいぶかっこ悪い。この持ち点が走って負けられない戦いがそこにはあるって文字が入る。めっちゃダサいやん。そうですよ、 CM 終わったらスーって戻っていくんです。そう、もう終わったらスーって戻る。まあ、いつ来るかわからんから常に心は準備して待つんですよ。心の準備はして常に構える。待つんですよ。ケイトはいつも何かと戦ってる。今日だけやけどこんなこと言ってんの。そんな言ったことないけど。そう、もう戦ってるのは時間と電波ぐらい。でも電波は戦ってはいけないということが分かったので、戦うべき相手ではなかった。あと課題とね、課題はね、もう課題は強すぎる。強いんですよ、強敵。そう、もう課題は強敵。課題はね、たまにそう時間の見方をしだすから危ない危ない。時間と戦ってるのに課題が時間を削ってくれるからちょっとピンチよ。そう、ラスボス課題はもう強すぎて困っちゃうんですよ。ねえ、やばいのよ。そう、もう課題、もう毎日課題まみれ、課題に埋もれて、課題の山から顔を出すのがやっとや。おやつと思ってたか。おやつはね、最近もうあんまり戦ってない。うん、大丈夫。明日の配信予定ね。明日は普通の日、普通の平日の時間やから、あと言っても平日やけど時間が言うてないので、意外と時間ない。これちょっと早くなっちゃうかも。間違えた。まあでもね、平日でこんなに早いのもきっと明日で最後になると思うので、そう、もう明日以降は大丈夫やと思います。きっとね、明日で最後ですよ、もう早起きも多分おそらく。
ました。そう、もう後半戦に突入してるので、で土曜日日曜日でしょ、もうほら平日は明日でおしまい。早起きはでも早起きっちゃ早起きになっちゃうかけど、そんなめちゃくちゃ早起きは明日で終わります。まあまあでも6時ぐらいにはなるかもしらんけど、時間の開ける時間とか考えるとね、そういうのはあるかもしらんけど、午後は遅めの方がいいですよね。だから8時で終わるようにしたい。8時終わりにしたくて。ことだけ6時。18時。こうかな。あーっと。頭を働かせるんだ。頭を回転させなきゃ。50、57合ってるんかな。あ、きっと違うわ。きっと間違えてる。けたかな。これがいいかなと思いますけど、どうでしょうか。バッチリですか。お、よっしゃ。ではこれで、やった、これでいきます。一発合格、やったね。おお、ではこれでいきますね。よし、やったー。じゃあ明日はこれでお願いします。ペコリ、朝早くなっちゃうのが本当に申し訳ないけど、一緒に早起き頑張りましょう。ケイトも早起きしますので頑張りましょうごめんなさい、こんな軽いノリで言われてもちょっと嫌ですよね。本当にしんどい方もいらっしゃるかもな。に確かに、どうしたらいいんですかね。真剣に言ってもちょっと結構楽しみたいから、真剣にやったら、言い過ぎたらさ、頑張らなきゃってなっちゃうかもしれんから、そうはなってほしくないなんていうの、楽しみやってなりたいから軽く言ってるんだけど、そうなると本当にしんどい方がちょっと嫌かもしれない、申し訳ない。どうしたらいいどうしたらいいですかね。悩みますね。難しい、日本語ってやっぱり。ではそろそろ3分前になりましたので、ランキングを読んで今日は終わりたいと思います。本当に合計1時間しかできなくて申し訳ないですけど、その中でも来てくださり本当にありがとうございます。
では13位からしか読めないんですけど、いきます。13位おいちゃんさんありがとうございます。12位ちゃうちゃうさんありがとうございます。11位なんちゃんさんありがとうございます。10位ひさまるさんありがとうございます。9位ライフさんありがとうございます。8位ペペさんありがとうございます。7位よしちさんありがとうございます。6位ダンスウィングさんありがとうございます。5位末広さんありがとうございます。4位ササキングさんありがとうございます。3位山ちゃんさんありがとうございます。2位ハイジさんありがとうございます。そして1位がナオトさんです。ありがとうございます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、星投げカウントをしてくださった皆さん、コメントをしてくださった皆さん、そして朝早くからちょっとしかできなかったんですけど見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。本当にスペシャルギフトを送ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。カウントをしてくださった皆さんも、星投げしてくださった皆さんも本当にありがとうございます。配信時間が短かったことは本当に悔しく申し訳ないんですけど、今日も楽しかったので良かったです明日はもう本当に朝早くなってしまってごめんなさい。でも映ってない、5時10分からます。早起きしますので、ゲットもぜひぜひよろしくお願いします。もうね、平日はこれが最終日なので早起きももうそんなにすることもないかと思います。そして午後は8時に終わるようにそうしますので、よろしくお願いします。今日ももうこの後すぐに寝て、明日早く起きて、明日からも頑張りたいと思います。それでは本当にありがとうございました。またねまたね、おやすみなさいおやすみなさい